おお、めっちゃ投下された。よし、いけ。お、いい感じ、いい感じ。お、すげえすげえ。はい、はい、こんにちは、こんばんは、ユーロです。では今日はですね、せっかく、まあ、武器を、取ったということで、ちょっと試したいと思います。さあ、どこで試すか。どんだけ、この武器が、強力か。ちょっと懐かしいとこ行ってみよう。うん、まあ、みんな大好きチマレオン行ってみようか。みんな大好きチマレオンでどれだけこの、武器が強いかを試してみたいと思います。で、ちょっとメックの援護をもらおう。お、懐かしい、なんかチマレオン。じゃあメックの援護をもらいつつチマレオンを攻略していく。そしてどれぐらいでクリアできるかやってみよう。よし、まずメック、反乱軍の援軍。これどれぐらい呼べるんだろうな。どれぐらいこれ呼べるのかわからんが、まあとりあえず助けてもらおう。バックアップよろしく。めっちゃ強力。そしてこの無限の武器、この無限の武器がどれだけ強いのか。あんまり強くない。めっちゃ先進んでる。あーやっぱ遅れないな。あ、でももう30秒後に遅れる。よし、どんどん投入しよう。おー、めっちゃ戦ってくれてる、嬉しい。でこっちはこれでやる。うわ、めっちゃ強え。これ何、これ、こんな最初から欲しかったわ。これははかどるわ、はかどるわ、これはかどるわ。うわ、なんだ今、めっちゃ、お、めっちゃなんか反乱軍頑張ってくれてるけど、なんかビーコンめっちゃ飛んだし、やばいやばい、まさかの死ぬか、これまさかの死ぬか。よし、お、めっちゃやってくれてるめっちゃやってくれてる、どんどん破壊してくれてる。よし、何もしなくていいかもしれないこれめっちゃ浮かしてくれてる。あと自分が死なない限りはこれガンガン行ってくれるんじゃないか。すげえ、めっちゃ強力。よし、どんどん送り込もう。あと30秒。よし、なんか二手に分かれて効率よくやってくれてるけど、めっちゃ嬉しい。もう結構破壊してるんじゃないの。シマレオン余裕じゃん。よし、もうそろそろいけるかな。お、あと5秒。3、2、1、よし、行こう、暴れてもらおう。これを投入するだけでいいという、なんとも簡単な。いけいけ、こっちはこれでいく。おお、めっちゃなんか爽快。これだからメックの、ダウンロードパック買って、そしてクリアしてからこれどんどん基地を占領していったら効率がいいような気がする。まあそんなやついねえだろうな。ダウンロードパック買ってそれをクリアしてから本ちゃんのミッションクリアするっていう、そんな変態いないだろうけど。よし、このおそばにいたら全然もう怖いもんなしじゃねえか。めっちゃ助けてくれてる。あ、なんか休憩してる、なんで。めっちゃ休憩してるんだけど。あ、これやられてるってことじゃないか、ひょっとして。
人が乗ってないとかそういうオチか。マジか、全然動いてねえし。しびれる働きをしてくれてるんだけど。おお、すげえすげえ。援軍援軍援軍やるな。なんか援軍のとばっちり食らいそうなんだけど。よしよし、めっちゃなぎ倒してくれてる。さあ、じゃあ、おお、めっちゃ飛ばしてくれる。すげえな。じゃあ、あいつに任せて、こっちをやろうか。これを強制的にこっちに運んでやればいいんじゃないか。そうでもないか。お、行ってくれた。こっちに行ってくれたぞ。あのコード引っ張りが、こうそうしたのか。おお、めっちゃすげえ、あいつ。あいつめっちゃ張り切ってる。よし、行ってくれ。こっちの方が良さげじゃないか。変電所系、電気系はこれでやるよりもいいのかもな。全然こいつなんかもう待機しとるからな。もっとガンガン行ってほしいんだけど。あとどこだっけ。あと向こうの方か。全然待機してる。ああ、この反乱軍やる気ねえな。お、いい感じ。こっちも援軍送ってくれるんかい。おおお、めっちゃ派手にやってる。めっちゃ派手にやってくれてる。よし、何もしなくていいぞ。おおお、え、マジでかい。ダメじゃん。よしよし、おお、やばいやばい、被害に遭ってる、被害に遭ってる。やばい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 やばやばいやばい、あぶねー。いい避難場所があったわ。よし、めっちゃ怖えんだけど。よし、行こう。なんかこいつ援護、全然援護されてねえし、死んだし。難しいな。あれ、どこに落ちるビーコン。おお、めっちゃ投下された。よし、行け。お、いい感じいい感じ。お、すげえすげえ。あいつ持ち上げながらビームを打っとるな。持ち上げのビームを打ってる。すごいな。よし、こっからちょっとまだか。こっから見学するか。よし。お、頑張ってる頑張ってる。あれ？なんか狙われとるし。よし。よし、ぼちぼち。よし、またちょっと送り込むか。あの辺いけー。あー、ちょっと距離が足りないか。どこまで行く。 あんな中途半端なとこ。お、いきなり吸い込んだ。おお、素晴らしい。破壊してくれてるじゃん。強力は強力なんだけどな。こうもっとこうババババババッと派手さのある攻撃をやってほしいんだけど。よし、ん？おかえりなさい、リコ・ロドリゲス。リコ・ロドリゲス、オッケー。普通にクリアしたし、別にそんなに変わり映えもなくチマレオンをなんと3回ぐらい死んで攻略するという。一個一個全部破壊していくぞ。いやいやいや、そんな余裕なかっただろ。
はい、というわけでこんな感じでした。援軍の働きいかがだったでしょうか。まあそんなにこう自ら率先してガンガンオブジェクトを破壊するという感じでもないが、まあまあいたらそれなりに働くのかなと。それよりもこうやって、反乱軍がごきげんよう、乗ってるメックを乗っ取って自分が操作した方が早いということが分かったんじゃないかなという感じがします。はい、さあメックアリーナ、どんなミニゲームが待っているのか。メックバトルモードシミュレーター起動。前回の、あ、ちょっと待てよ、これはん、ただの破壊を楽しむやつか。これはそうでもないな。さて始めるか。投げ飛ばし50、次のウェーブまで後に。あ、またウェーブ系か。ウェーブ系だった。ん、どこにいる。よし、またドローンとかこれ行くやつじゃないか、これ。よし、こ、やべえ、止まった。注意、重い破片の衝撃によりダメージが生じる場合があります。このストレスのたまるミニゲーム、ストレスのたまるミニゲーム。よし、3600、全然いってねえし。注意、オペレーターは危険な飛来物を避けてください。接近中の敵、どこだどこだどこだ。お、気持ちいい。これプッシュってなった今。プッシュ、ただただ撃ち落とす。ただただ撃ち落とす。警告、危険エリアです。さあ最後までいけるのだろうか。それだけが不安だ。最後までいけるのか。どうなんだい、おい、どうなんだい、おいおい、メックどうなんだい。最後までミッションクリアできるのかい。三角五。何が来た？楽勝だ。破片の衝撃を検出。なんかめっちゃ遅い戦車が来た。よし。オーソドックスすぎるクリアの仕方だけどいいのかなこれで。よし、めっちゃオーソドックス。注意、あ、やべえ、やべえやべえ、どこだどこだ。あぶねえ。なんだろうな、なんかすっごいジャンプするときがある。異様にジャンプするときがある。お、メック対メック、メック対メック。あ、意外と弱かった。メガリキーって言ったけど。よし、メカジキクリアしたぞ。次はなんだ。あー、ちょっとプスプス言ってんな。これ無理だな、多分な、多分無理だな。多分無理だな、これ。よし、
メンテナンスモード入った。メンテナンスしてほしい。よし、あと3体、あと2体、あと1体。よし、すごいなんか効率よくはクリアしていってるような気がするが、ただスコアの方が伸びない。さあ最後までいけるのだろうか。敵がマシンガンヘリと戦車を投入。マシンガンヘリいた。よし、早めに目をつむ、早めに目をつむ。やべ、全然効いてねえ、全然効いてねえ。緊急修理かい。緊急修理はねえだろう。緊急修理はねえだろう。警告、よし、の安定性低下、安定性低下。やべえ、あと2体。これなんかずっとしてたらあれなのかな、安定性復活とかしないのかな。ずっとやられて、そうなんだ、もう降りた方がいいんだ。なるほど。お、公認エデンメックオペレーターを解放したぞ。お、バベリウムシールド1アンロックされた。テラーゾーン、わししかやってねえし、っていうか誰もやってねえ、むなしい。ショーの始まりだ。はい、というわけでいかがだったでしょうか。まあこんな感じですね。ミニゲームを多分、解放すると、バベリウムシールド付きになって、ダメージ吸収してくれると。あとはテラーゾーン、メックがより遠くからオブジェクトをつかめる。そして、メックのホースパルスによるダメージが上昇する。はい、こんな感じでした。多分10ギア獲得したらこの2つがアンロックされるっていう感じですかね。だから、2つでパーフェクトを取らないといけないと。2つしかないので、こことここで取らないといけないということですね。はい、で多分この辺に、海のこの辺に多分次第3弾のなんかできるんじゃないかなと思ったりなんかしてます。はい、じゃあ今日はこんな感じで終わりますか。なんか消化不良、なんか消化不良、消化不良が否めない。はい、というわけで皆さんもメックで遊んでみてくださいね。こんな感じでできますので、戯れましょう。では、ユーロでした。バイバイ。